ノーアウト一塁となってバッター松田を迎えます。西武のブルペンは今ミンチェが投球練習を始めたところです。6回をどうにかという話がありましたが、はい、内川に同点弾を打たれ、その後松坂にもヒット。今日はただよく松田うまく、ね、打ち取ってる感じです。主、ね、はい、に外のスライダー系のボールで、まあ、これに松田が合ってません。うまくいけば併殺も取れるかなという場面だと思いますね。可能性はね。ただこのイニング6回ということで、岸もねかなり、ここでやんなきゃっていう気持ちと少し疲れもね出てくるイニングですから、そこでコントロールミスをしてほしくないですよね。大きな打球だ。これはすごいぞ。屋根に当たりました。そのまま最後、まあ、屋根がちょうど、まあ、もう外野スタンドですけれども、外野スタンドの屋根が立って真下にこう落ちるような感じで今最後落ちたと思いますが、久々に特大の一発をこのセブロームで見ました。4対2、松田のこれは大きな一発です。ツーランホームラン。なんかかつてカブレラが打った185のね、はい、ここらぐらいのあれを放出する角度で上がってきました。いやーしかしね、いやー振られましたよね今ね。外スライダー投げてあんまり外れたんで、まあ、ストレートで行こうかっていう真ん中高め、ドンピシャリで打たれてしまいましたね。18号のツーラン。ライオン戦強い松田、まあ、岸には結構相性良くなかったんですが、ライオンズから7本、まあ、半分と言いませんが18分の7がライオン戦。それにしても大きなホームランでした。松田のホームランもう一度ご覧いただきます。このインサイドで狙ったボールがまた入りました、はい、キャッチャー銀次郎の、ね、ミットの動きでもうすぐ真ん中だっていうのが見えますよね、今ご覧いただいたように屋根の方に当たってからこう角度が変わって落ちたように最後急降下してきましたもんね、はい、落ちてましたね、